多分金曜日、3週目の金曜日、うん、よしこお姉さんが登場します。朝からお疲れ様です。あ、本当だ、いるなんかすごい、あそこで踊るのきつそうだな。よしこ姉さん可愛いからドアップにしとくわ。さすがに可愛いね、色白。いただきます。いただきます。いただきます。お、さっきの話、理屈は全然わからないけど、さっきの話、ララコがそこまで本気だったらお姉ちゃんは全面的に協力するね。何の話だろう。金曜の朝、もう金曜日か。ララコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた、うん、え？マジか、昨日の話だよね。なんだっけ、あの恐竜の記憶がどっかにあれば恐竜をそこに返すことができるかもっていう取材で言ってたよね。なんかそれは不思議な歌のようなものでした。早速見つけたの早くね。絵本にあったんだ。あー、出た。これ、王が眠る地に現れた竜。はあ、恋王家乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、うん、伴侶、櫓の上に火を灯す。櫓、なんか阿蘇みたいだな。どういう意味なの。これは古代九州国の絵本のクライマックス、ヒヒコの村に恐竜たちが現れるシーンなの。博士から聞いた話では、今までのタイムトラベルはすべて思いや記憶が道しるべになっているね、言ってたね。だからこのシーンをみんなの力で再現して、それを道しるべに博士のタイムマシンを動かせば、恐竜たちはすぐにここからいなくなるはず。なるほど。でもなんか絵本の話だよね。その絵本ってなんかあれなのかな、アッソーの祖先だったりするのかな。王が眠る地に現れた竜が現実になるなら、うん、あっちの世界に竜、つまり恐竜たちが現れる。つまりここからあっちへ恐竜たちを移動させるってことなのか。すごいぞ。でも恋多き乙女と姉妹とそれぞれの伴侶役が必要よえ、それってアッソーの村で再現するってことなん。男女3人ずつ合計6人。いや、これ完全にアッソーで再現できるでしょ。誰がその役をやるの。姉妹の役は私たちしかいないでしょ。で、伴侶の役はなんだこのギャルゲみたいな展開、いいな。お姉ちゃんの伴侶はサブローくんいや、そうなるよね。なんだこの展開。え、そんなこと頼めるかな。いや、絶対内心やったーって思ってるでしょ。あと恋多き乙女はよしこちゃん。あー、確かにね。そのお相手はキャップ、お父さんの出番だよ。ララコちゃんもよしこちゃんのそういうの知ってたのかな。え、そんなこと頼めるかなキャップ何言ってるの。お父さんだってまんざらでもないくせに。あ、分かってるんだみんな。いつまでもうじうじしてないで、母さんのこと忘れて再婚しろ。おー、娘のこういう一言が後押しになったりするからな。なんつったってよしこちゃんピチピチよ。そうだよね、まだ女子大生だからね。俺が立候補するのはダメですかな。ちょっとピチピチすぎたかな、しんちゃんはダメ。いい、キャップ、今日の晩御飯までによしこちゃんに出演を頼んでくること。うわー、推しが強え。そしてよしこちゃんの伴侶はキャップ、絶対よ娘に決められちゃった。そういうお前はどうなんだ、いつまでも一人じゃないか。てかさ、ヨヨコちゃんってさ、ミサエと小さい頃遊んでたって言ってたから、もしかして結構あれなのか、20代後半ぐらいなのかな。サブロー君とはお付き合いしているのか。確かにお付き合いはしてないんじゃないの。だって飲みにも行ったことないんでしょ。私は、え、何、え、何、え彼と結婚するから。えどういうこと。え、だからお父さんも幸せになって。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ヨヨちゃん意外と頭の中で結構妄想が確立してるタイプ。いきなりだな。ねえ、うん、わかった、今日よしこくんに相談してみるよ。キャップも男だな。で、オラのお相手は
私に決まってるじゃない。おお、そこはララコがフォローしてくれるんだ。じゃないよ、何言ってんの。ララコちゃん可愛いでしょうが。いや実際ララコとしんちゃんはお似合いだと思うよ。ごちそうさまでした。今はまだしんちゃんちっちゃいけどさ。ごちそうさまでした。何このラブコメ的ギャルゲ的展開。忍法カレーの銀河くんが仕事のことで困っているようなんだ。めっちゃ話題変える、めっちゃ話題変えるな。誰かに悩みを聞いてほしいみたいだよ。もう結構何週間も前から言ってる気がするけど、忍者の悩みを聞かされたって一般市民の私たちには。そうだね、手裏剣の飛ばし方とか。絶対ちょっとバカにしてるでしょこの子ら。まきびしの踏み方とか絶対楽しんでる。踏んでどうする。確かにな。しんのすけ、まきびしって知ってる？うちのローンもあと32年。そんな残ってんの。まきびしにうちのローンでしょ。なんだ、ちょっと待って。分譲、まきびし、賃貸、わかんないな、解読できなかった。それはまあ厳しいでしょ。もうそれミサイにしかわかんない、そのボケはミサイにしか拾えない。絶対ララコちょっと行ってみようかな。しんのすけ、この後忍法カレーに集合ね。あとお姉ちゃんとキャップは先ほどの宿題をお忘れなく。いやー展開が急だな。すごい楽しくなってきたな。この二人が並んでんのめっちゃ珍しいんだけど、初めて見たかも。イベントだね。あー、みんなやってきた。かわいいな、やっぱこいつら。来た来た、遅いぞ。面白そうだから来たよ。今日は何があるの。やっぱりあのカズマくんの後ろ姿のあのシルエットが気になっちゃうな。なんか八分音符みたい。百聞は一見にしかず。では銀河さん本人にお話を伺ってみましょう。奈良子はなんか取材とか好きなんだね。お主はテレビの B1 レポーター、新聞記者よ。最近は家業を継ぐことを若干意識してるの。あ、そうなんだ。なんてね。でも意外とそっちの才能あるかも。長年研究してきた自慢のカレーが辛いんでしょ。辛すぎて何回も聞いたよそれ。誰も食べてくれないことを告白した。はいはい、悩みはなかなか根が深い。でも自分では食べたことないんでしょ。そうなんだ。しんのすけは知ってた？もう何週間も前。選択肢なんだここ。いや、知ってたよ。何週間も前から知ってたよ。じゃあどうすればいいんだろう。これは難しいぞ。なんか別にバターとか牛乳とか入れちゃったらいいんじゃない。スパイス変えるとか。ねえ、人間が食べられないのなら恐竜に食べさせればいいんじゃない。まさやく。何その SE。 初めて聞いたその SE。えへん、僕も今同じことを考えていたんだ。ずるいぞ勝間くん、ずるいぞ。本当かしら。そしてまさやくんのアイデアをやってみることになったのです。大丈夫かな。お腹でか、大食いの人向けのカレーじゃん。食べてくれる。なんかお腹壊したりしないけど。あ、食った。汚ね汚ね、皿ごといったぞこの人、この恐竜。キラーン、可愛いな。こうやって見ると恐竜に新しいカレーを与えると、ペロリと食べてすぐに完食。普通に食ったなこいつ。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。なんかさ、もう恐竜古代に返すんじゃなくて、もう共存の道を選んでもいいと思うの私。いいじゃん、もう麻生に一緒に暮らしちゃえばいいじゃん。だってキリシマストアも別に経営保ってるんでしょ。もっとじゃん。元気いっぱいじゃん。美味しかったのかな。癖になっちゃうんじゃない彼。もっとちゃん呆れてるよ。かわいい。今見てた？あいつ火を吹いたよね。ほら、すごいもの見ちゃったぞ。辛すぎたのかしら。でもうなずいてたし。恐るべし忍法カレー、ようやくは口に逃がし。恐竜火吹いてたね。
どうですかご感想は。嬉しいでござる。そして拙者もやってみるでござる。素晴らしいうまさだ。体を突き抜ける快感、そして体を突き抜ける辛さ。まあ、銀河さんは辛めなのが好きってことなんかな。辛い銀河流忍法。ほう。え、なになになに。おぉやばい、人間じゃないぞこの人。しんちゃん目キラキラじゃん。きねちゃんは呆れてるけど、忍も大満足の結果です。すごい肺活量だな。しかしそれにしてもこの人本当に人間なのかしら。畑さんと同じこと考えてるわ私。お、しんのすけ忍者を救う終了。しんのすけと一緒にループしてる説あるからな。あれ、なんかララコがまた浮かない顔してる。どうした？恐竜のくしゃみって聞いたことある？いや、ないけど。すっごい音だからびっくりしちゃうよ。え、そんなことで悩んでたの？ララコ。最初、うちのキャップのくしゃみかと思った。失礼すぎるだろ。キャップあれなのかな？お家だとすごいえげつないくしゃみしたりすんのかな？あるよね、なんかお父さんって結構、ブレクシューン、うらーみたいなくしゃみするよね。それぐらい大きな音なんだ。いや、そうなのよね。なんでお父さんってあんなでかいくしゃみするんだろうね。ワクシャーウォッシャーみたいな。イチャついてるわ。いや、ごめん、全然イチャついてないね。働いてるわ。働いてるけど。え、てかさ、そのヨヨちゃんがさ、そのサブローと結婚するって言ってたけど、それについてちょっと詳しく聞きたいんだけど。バッチリ売れてるよ。黒糖あんかけデコポンラーメン、あー、しんちゃんの考えたということになってるラーメンね。大ヒットの予感。やったじゃん。さてと、掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな。ねえ、サブローと結婚することについてちょっとよくよく聞きたいんだけど。ここで、はいはいはい、300円くれるやつね。ヨヨコちゃん、ありがとう。ありがとう。うわー、サブローのこと喋らないな。さすがにサブローが横にいたら無理か。サブローさん、こんにちは。おい、サブロー、有明シラウオは釣ったかい？いや、それまだなんだよ。だってあれ、早朝にしか釣れないんでしょ、あれ。海の名前が入っているけど、川を遡ってくる魚なんだ。へえ、珍しいから写真を撮るといいよ。あ待って、今気づいたけど、あそこにしんちゃんの額縁が追加されてる。あれか、新メニューがヒットしたから、写真飾ってもらえてるんだ。もっと正面向いて撮ればいいのに。こんにちは。キャップ、夜までにヨシコちゃん誘うんでしょ。もう相思相愛でしょ。なんだかこっちまで時々ヨシコくんを意識してしまうな。もうこれはうまくいくでしょ、そのうち。これ自分の娘と変わらない年なのに。そうだよね。机の配置がいけないのかな。あー、でもなんかパーテーションがないと落ち着かない人とかはいるよね。私も割とそうだけど。なんせ真正面だもんな。じゃあ、キャップのすぐ隣に行きましょうか。あ、ヨシコちゃんむしろ隣に行きましょうかっていう。いっそのこと同じ机でもいいですよ。ちょっと。イチャつきすぎだから、それ。何、同じ机共有して、椅子は判決みたいな、そういう感じ。今日はどんな記事ができた？すっと仕事モード入る。これしかないな。これしかも昨日のやつやな。どうしようかな。あとはもうひたすら魚釣ったり虫取ったりとかだと思うんだけど。あ、電車来る。これ電車に引かれたりすんのかな。あ、しないわ。危ないので先へは進めません。おー、こうなるんだ。麻生返事のとことかあんま行けてないから、あそこら辺でなんか虫取ったりするか。こっちから行くんでいいのかな。新しいチョウチョいる。新しいチョウチョいる。絶対新しいチョウチョいる。キラキラしてる。キラキラしてる。お願い、取りたい。久しぶりの新しいチョウチョ。おー、来た。モンシロチョウじゃないの、あれ。あ、出来事。恐竜の時代の記憶とヨヨコおばちゃんの結婚、そしてしんのすけの相手は。では、ヨヨちゃんの発言マジで気になるんだけど、いきなりサブローと結婚することになってんのほんと不思議なんだけど。結構思い込みが激しいタイプだったのかな。忍法カレーに集まれ。はい、集まった。変化球。黒糖あんかけデコポンラーメンがヒット中。早口言葉みたいだよ。黒糖あんかけデコポンラーメン。おー、いい絵だな。火を吹く恐竜、火を吹く人間、大発見。
本当に人間なのかな。いや絶対人間じゃないと思う、あの人絶対宇宙人だと思う。私圧送トンネルのゴイシツバ、あ、ゴイシツバメシジミ釣れたじゃね、取れたんだけど。これ珍しい虫ってことだったよね確か。目標達成、蝶の仲間を全部集めた。英語のバターフライとはバター色の虫のこと。あ、でも確かに綴り的にそうだね、バターのフライだね。本当にそっから来てんのかな。ゴイシツバメシジミって蝶々だったんだ。やった、目標達成、かなり珍しいゴイシツバメシジミを捕まえた。羽にゴイシが並んでる。あー、そういう例えなの。ゴイシなの、ゴイシなのかこれ。昆虫図鑑の虫で、うわー取れたね、いっぱい、すごいいっぱい取れた。クチキコオロギとか取ってたんだね私。あ、ベニトンボ綺麗だなやっぱ。あー待って、あのトンボ1種類、トンボとセミ2種類と、待って、トンボとセミ2種類取れてないな。そっか、私木とかあんま見てないからな。そっかそっか。あ、まあ、またいる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 。やばい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 、大収穫大収穫、やばいやばいやばい。噂をすれば、青肌トンボやっと取れた。青色の羽が美しいけど今では絶滅しかけてる。はい、目標達成、トンボの仲間を全部集めた。英語だとドラゴンフライ、とても強そう。ドラゴンフライだっけ、そうなんだっけ。てか青肌トンボめっちゃ綺麗じゃん。やった、やっぱこの辺あんま来てなかったから取ってないのいっぱいいるんだろうな。ちなみに魚の図鑑は29種類釣れてるってことですけど、あーやっぱニョロニョロ系か、ニョロニョロ系2種類かな。夕方にこの辺で釣りしたことなかったような気がするから来てみるか。全然釣れなかったな。あと土壌みたいなのが2種類と普通の魚1種類釣れてないんだけどな。厳しいな。坊ちゃんに絡んどく。ああ、もうそろそろ帰る時間だぞ。坊ちゃんに絡んどきたかったよ。いただきます。いただきます。いただきます。わあ、今坊ちゃんのとこに土壌みたいな魚影あったんだけどな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、何、あ、何、ララコちゃんが見つけた古の記憶をたどり、キャップちゃんとヨシコちゃん誘えたのかな。恐竜を過去の世界へ送り届けようとする人々。